ドーナツ。今日は臨時休校か。昨日あんなことがあったんだ。当然か。先生たちは保健室にいるって聞いたけど、本当かな。こんにちは。その声、スカーレットか？カラミア先生、やっぱりここにいたんですね。病院に行かなくていいんですか？え、ちょ、スカーレット、どうした？おーい。なんかいた。カーテンの先になんかいた。猫。猫にしては大きい。あれは多分きっと、あ、いや、絶対でも。やっぱりどう見てもライオンだ。先生は、カラミア先生はどこに？何してんだスカーレット。ライオンの口から先生の声がする。ということはつまり先生は食べられたのか。はぁ、あ、人食いライオンめ、よくも先生を。警察に通報しないと。殺はやめろ。てか人食ったことねえし。俺だよ、カラミア。カラミア、カラミア先生。そうそう、お前の担任だ。通報するなら警察より保健所か。だからやめろ。騒がしいですね。何事ですか？この声はキリエ先生。ライオンがカラミア先生を。どうしました？かかし。カラミアさん、具合はどうですか？こっちはロボだ。でも声はアクセル先生。何なんだ一体。僕の頭がおかしいのか。あなたの頭は良くないですが、至って正常ですよ。正常。そう、これは彼らの別の姿だ。あ、はじめましてだね。あなたは？僕はロビンフット。この学園の養護教諭、いわゆる保健の先生だ。カラミアたちは変わった力を持っていてね。その力を使った後は決まってこんな姿になるんだ。変わった力？君は、うん、なんともないようでよかった。生徒が怪我をしたとなれば大騒ぎになるからね。なんともないのは俺のおかげだよな。あ、ハーメル。カラミア君、その姿愛くるしいね。何しに来たんです？そう睨まないでくれよ。争い目的じゃない。ただ詫びをしに来ただけだ。歓迎してくれよな。グリム学園の教師を歓迎するくらいならカレーパンを神と崇めた方がマシです。あちゃー、カレーパンか。そいつは持ち合わせてねえな。これは詫びの印だ。ドーナツみたいに丸く収めましょうってな。さ、受け取ってくれ。それ賄賂か。悪いな、そういうのは。受け取ドーナツいただきます。先生、このスイーツ卿が。取引成立だな。どうした？食べないのか？毒が入ってるのか心配してんのか？うん、うまい。ほら、大丈夫だから食えってな。でないと全部食っちまうぞ。そう、それでいい。いっぱい食べて大きくなれよ。ライバル校の教師に言われるのが心外だって。職業柄ガキの相手をするのは好きなんだ。今は見逃してくれよな。